ワニブックスニュースクランチチャンネルご覧の皆様、はじめましてプロレスライターの長野上弘です。今年は、ジャンボ鶴田さんが亡くなって、20年という年なんですが、その命日にあたる5月13日に永遠の最強王者ジャンボ鶴田という本を出版させていただきました。で、その増刷の記念として、ジャンボ鶴田試練の10番勝負令和編と題しまして、これから鶴田さんとゆかりのあった、レスラーの方とか関係者の方、10人に、登場していただくという企画なんですが、その記念すべき、1人目のゲストは全日本プロレス一筋47年ですかね、はい、淵正信選手です。で、まあ、今回この本を、書くにあたりまして、はい、淵さんには多大なるご協力をいただいて、いやそれよりもこの分厚さねえこれちゃんとね読んでね、いや長野君がこんな詳しくこういろいろ調べたかと思ってね、ちょっと結構アマリロ時代の戦績とか、ね、結構調べましたよ、それ、それから AWA の、タイトルを取ってその防衛戦とかさ、いやこれ見てね逆にこっちは勉強にねなりましたよ。で、まあ淵さんとその鶴田さんの出会いっていうのは、まあ、実は全日本プロレスじゃなくて、はい、1971年の10月ですか、和歌山の国体、そうなんですよ、10月の淵さんは高校3年生、3年生、鶴田さんが大学3年とか、そこらですかね、そうですよね、で鶴田さんは確かグレコローマンの100キロ以上級とか、まあ、一発分ですね、スパジリー級の、金1位取って優勝してるんですよね。そうなんですよ。国体もう、まあ、優勝する前のその何ですかね、練習場が、ね、ありましてね、うん、それがもう、まあ、高校の部と一般部と2つあったんですけど、まあ並んでこうあったんですよね。もう一時は目立ってね、体大きいし、でスポーツ狩りでね、うんうん、でこっちはまだアマレスを始めて、10月だから半年も行ってない感じで。もう怪物的な感じで、もうそれこそ練習なのにさ、もうちぎってもちぎっては投げている感じで、もう怪物レスラーですか、そういうような印象を持ちましたね。僕らのそのアマチュアレスラーの重量級の人のイメージって、なんかみんなポチャッとしたごついというか、そういう人ばっかなのに、鶴田さんの場合はスラッとした。そうですね、まあでも基本的に僕自身がもう細い感じだったから、金星の取れた体格でね、背は高いでしょ、関係者の話だと、その時点でいうと、まだ鶴さん自身もあまりその、ね、経験がそんなにこう、そうですね、あるわけじゃないんだけど、2年とかそんなもんですかね。しかし、僕が目撃したその練習場での姿を見たら、もう圧倒的な存在感というか、もう僕ら北九州の人間がこうやって和歌山に行ったんですが、いやすごいな、あんな鶴さんがいるんだっていう目を見られるような感じで、だからもうその第一印象的にはもちろん初めて会ったんだけれども、その姿たちのもうね、後であの人の名前が鶴たちの名前なんだよっていうことをね、聞いて、いやすごいなと。でそれから1年3ヶ月ですかね、1年5ヶ月か、73年の3月に淵さんが全日本入門した時に道場で掃除してたのが、そうです、まあ、その前にね、馬場さんが時間にスカウトして、こう大きくこうスポーツ、まあもうオリンピック出たわけですからね、もう乗るじゃないですか、さあ、あの時と鶴さんはやはりプロレスラーになったんだっていう感じでね、僕自身がこうやってね、子供時代からまあ憧れていたジャイアント馬場さんのこの団体に入ったということでね、はあ、もう感慨深いものがありましてね、確かにまあそのもう当時はもう気持ち的にはプロレスラーになりたい気持ちありましたから、はいはいはい、はい、もうだって高校のレスリングやってたプロレスラーになるわけですよね、はあ、じゃあもし馬場さんの団体に入門ができるようだったら、はあ、あの鶴田さんと一緒になんか練習できるんだっていうね、まだその時は18歳ぐらいだったかな。淵さんが入門したら、その日のうちに鶴田さんとスパーリング
なっちゃったんですよね。まあ、あのスーツ着てね、履歴書を持って事務所、もう六本木の事務所を探してね、はい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 、あのインターナショナルビルビルディングですよね、はい、あの事務所に挨拶行ったら、じゃあ今ね、あの鶴田君がいるからって、あの当時はね、大場さんか原文さんかに言われて、それであの事務所の人の車で恵比寿の道場行ったんです。はいはいはい、うん、あのまだキックボクシングの、そうキックボクシングの、ね、一緒にね、山田ジムっていう、そしたらもうあのまあガレージというか、そのあれ開いてましたね、玄関が開いてまして、中入ったら、あのその通貨さんが大きでたった一人で、あリーグ場をこう掃除してるんですよ、竹ぼうき、うんうん、ちょっと通貨さんだと思いながら、で紹介してもらって、で履歴書をこう渡して、通貨さんが陸上から、僕が陸上からこんな感じでね、おそうか、あまりそうやってたんだ、はい、今日は練習の用意はちゃんとしてるのかって行くから、はいしてます、じゃあすぐ着替え、いきなり今日はスパニングやろうってもうだからそれはもう強烈な印象ですよね。あ、実際こうスパーリングやってみてどうだ？え、こんな怪物の人的に見たら、そのスパーリングやったらいきなりやらされるのかって一瞬こう、あね、もう不安でしたよ。もう相当もうその最初の予想以上にもうガーッと持ち上げられて、ね、あいきなり殴られたんですよ。そしたら、あまあ今ちょっとこう思い出したけど、うん、あすまんすまんすまんって言ってね。要するにそのまだ受け身もすら知らない感じだから、しかもキックボクシングのリングだからまたね違いますもんね、プロレスリングで。でもすぐ鶴田さんはその頃大学卒業したばっかりだから、うん、アメリカに住む、もう行く直前ですよね。3月の、まあ、今でも鶴田さんもよく覚えてたんだけど、22日に、うんうん、21日から22日がアメリカに行かれた、はいはい、実際その、まあ、その富士山1回入門されて、うん、まあ、ここは話を簡単にしてしまうと、はいはいはい、富士山のお父さんの具合が悪くなって、富士山が一度田舎に北九州に帰る、はい、全日本を辞めて、はい、で、翌年の春にもう1回再入門、はい、その時はもう鶴田さんはちょうどね、その時僕がトップスター、うん、入門した時は鶴田さんはちょうどアメリカ遠征の最中だったんですよ。4月10日に僕が入門して、12日から13日頃にあの第2回チャンピオン会議、はいはい、チャンピオン会議で、その1日か2日ぐらい前に鶴田さんが戻ってきたんですよ、海外遠征、遠征からね、はい、もう普通チャンピオンいるじゃないかって、うん、ちょっと失敗してくれてたんだよね、またやめるじゃんけど、だからあの当時の鶴田さんの立場って、例えばリング上だと馬場さんがいて、ええ、まあ、デストロイヤーがいて、ええ、で鶴田さんがいる三強みたいな感じですかね、うん、そうなんだけど、もう僕があった感じだと、もう1年まであんまり変わってない感じですね。そうですよね、だからリング上ではトップなんだけど、うん、いざリングを降りたら鶴田さんは、うん、例えば富士さんとか、うん、大仁田さんとか、はいはいはい、その後入ってくる春園田さん、はい、より上ぐらいな、そんな感じ、どっちかっていうともう下っ端なんですよね、まだね、うん、立場はもう結局ずっと日本にいるっていうことで、一緒に合宿場住まいしたんですよ。あだから通貨さんとマティスさんとで、あと九州のサンバですか僕らとね、大分とそうだと、だから5人でいつも、まあ、たまに鉄板焼きとかね、料理こうしたりしたんですが、もうほとんど外でじゃあ今日はどこそこで食べるかっていう感じで、面倒見てもらいましたね。でもあの76年でしたっけ、あのキムタの合宿場って、あの鶴田さんと、ね、夏に ね、はい、できましたけど、合宿場ライフはどうでしたか、その新しい合宿場。いやもうそれはね、うん、あのメジャーの合宿場はね、はい、あの和室で全部、うん、で6畳がね、6畳が居間でマティス水さんがいたでしょ、うん、で通貨さんが6畳に1人部屋、はい、でマティス水さんが6畳1人部屋、はい、もう一つの6畳が僕ら3人3人で6畳、そうなんです、はい、でそれがね、キムタの合宿所に変わったらみんな1部屋が変わったんですよ、2階個室になってね、もうそれはもうわこれから俺らの青春たちぐらいのね、あ個室をあの時でも持てるっていうのはやっぱりね、そうですね、そうですよ、うん、嬉しかったですね。鶴田さんもその作っただけじゃなくて自分も住んでたわけですもんね。
なんか聞いたらその合宿所を作って、みんなで住んでて、はい、本人は大学生活の延長みたいで結構楽しそうだったよみたいな、あの素朴な疑問なんですが、鶴田さん体大きいじゃないですか、はい、ご飯というか食事ってどのぐらいすごい食べる人なんですか。ご飯なんかも好きでいろんなもの食べたけど、もともとお酒があんまりこう飲めない人でしょ。なんか飲むとすぐ赤くなっちゃうようなイメージが。そうなんですよね、うんうん、だからあんまり飲まないし、うん、食べる方もどうだったかな。もともと好き嫌いはないんだけれども、うん、ラーメンがやっぱりね、さっきの話もんだけど、ラーメンが好きで、だからインスタントラーメンの何度も、あるいはあのラーメン屋の美味しいとこがあるというと、言うとそこに結構強いとか。だからあまりのにいる時も日本からインスタントラーメンか送ってもらって食べたっていう。そう、だからそれなんか反省に言われるとね、うん、あとあの合宿所にいる頃から鶴田さん結構音楽にハマって、自分で作詞作曲して、こうライブコンサートルイードとかありましたね。福さんなんかも参加してた。僕は歌も楽器もダメだから司会専門でね。あ、MC 系ですね。MC ね、たまにそうだからモノマネやってるんだね。大仁田敦は歌好きですもんね。歌歌ってましたね。ね、彼なんかも逆にもう喜んで、歌歌ったりとかしてましたね。そのキルタの合宿の時に。ちゃんとグラフピアノありましたか、部屋に。ピアノあったんですよ。ピアノ、ギターだけじゃないんですか。ギターとピアノありましたよ。なんかこう部屋の隅にこうで普通のピアノが、グラフピアノじゃちょっと間違えたし、ね、普通のピアノをこうちゃんとね、それもね、もうだからもう青春を共にしたって感じで、じゃあディスコなんかも一緒に行って。ディスコもね、僕らちょうどその時ね、スクワットをね、500回から始めて毎日100回ずつこう上乗せに増えていくし、それも練習を散々やった後にっていう感じで、ね、最終的には2000回まで行ったんですけど、もうその覚えたての時に行ったらもう足がもうガタガタ。2000回やった後にディスコに行くとかそんな、次の日のことを考えたらちょっとディスコ行くのどん、ね、でもなんか行って若い女の子見たかったんだもんね。そっちの言われ方がすごかったんだね。お酒飲んでもうこんな感じでね、もう踊ったの覚えてますよ。で、通常さんはそんなにやんないじゃない。言う方が、ね、もう楽しく終わって話してて、ね、もうあの時の通常さんって言ったら、テレビで言ったらね、ちょうどゴールデンタイムさ、土曜日のもう。きっとモテモテだったでしょうね。もう知名度からすごいし、ね、で目立つしね。で、スポーツアームそういう風なもう有名なレスラーじゃん。連れてきたじゃん。はいはいはい、だから。で、俺はみんなは今日も行くよって言われたらさ、いやー明日は練習なんてどの頃っていやいいものさ、うん、もう一緒に行っちゃう、若さが勝っちゃうからね、そういう誘惑というか、うん、楽しみで踊って次の日また100回増えるという、やってまだ余計今日は誘われても行くのやめようなって3人で言うんだけど、声かけられるとじゃあ行くかと言っちゃうっていうそのね、意思の弱いことね。こと臨場で行くと僕今思うけども、うん、鶴田さんってデビューして 1,2 年で、うん、もう NWA 世界チャンピオン、うん、それはジャック・ブリスコであり、うん、ハーリー・レイスであり、うん、ドリー・ファンク・ジュニアであり、まあ、あとビル・ロビンソンとかもう 4,5 年でそういう人たちとガンガンやってて、でも引き分けとか負けで前線マンって呼ばれて、うん、なんか人気がいまいち上がんなかったんですけど、うん、今のレスラーで考えたらそのキャリアでそこまで行くような人いないっすよ。これはね、まあ後でね、まあ90年代になってから強さを聞いたら、あの経験はやっぱりね、素晴らしかったと言ってましたね。75年に関して言うと、うん、まあ、ブッチャーとの試合もあったし、はい、そのニューヨースばっかりの時、ペドロ・モラレスが来て、はい、モラレス、うん、モラレスもね、その時素晴らしい試合だったんですよ、うん、で、モラレスがその試合の後にね、強さは本当にすごい、グッドレスラー、もう本当にわざわざ控え島に来てね、モラレス、モラレスが、はい、一口メモで言いますと、ペドロ・モラレスはジャイアント馬場さんにドロップキックを教えた選手です。はい、そうですよね。そうなんですよ。結構馬場さんとも、ね、仲いいんですよね、もう当時 の、 トップ外国人レスラーが来るといつも鶴さんはその対戦相手と選ばれて、ね、やってたわけだって。74年書きましたけど勝率 90% 超えてるんですもんね、シングルの勝率。そうなんですよ。
でその時はだん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 その強さの評価上がっていく。でまあ何年か経った後にね、その後まあ前線マン勝てないから、まあ、結局前線マンになったのは NWA の世界王座に何回挑戦しても毎回なんか、うん、まあレースの時代ですよね、そうそう取れなくて言われるようになっちゃった、なっちゃった。まあハリレースとかはね少し上なんだけど、ビッグフレアとかこうなってくると結局フレアになっちゃうと、日本のファンからしたらもうフレアより鶴田さん上なんで、上じゃない、うん、ところがなかなか言っても勝てない、なんでフレアに勝てないのっていう、そういう風になってくるんだよね、うん、でそうだとまあ反省してもそうだし、それで言ってもそうだし、同じ世代の人レスラーに勝てないということになってくると、結局それが前線になっていく。だんだんファンのフラストレーションがたまっていく。ねえ、ビッグボクウィンクとやっても引き分けか反則勝ちっていう感じで、うん、ああ、やっぱりそうなんだ。もうだん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 ファンの人が、もうそういうふうな目で見てくるんだよね。諦めてきちゃうんですよね。ね、まあ、また挑戦するけど、どうせ引き分けかなとか ね、なんかそんなイメージがついちゃったのが大きかったですよね。うん、だからそういうのがあるのあったんだけど、でも、後でその、対、天竜さんとの試合とかね、三沢との試合とか、こうね、だんだんなってくると、そこでこう評価変わってくるんだよね、あるいは長州力とその、との試合にしてもないんですよね。あとあれでしたっけ、前線マンと言われた頃に、馬場さんの方は鈴田さんになんかこう、必死さというか、うん、そういうのが足りないとか、ね、そうそう、表現力というか、そうなんよ。で、その時にね、いつもその、なんていうか、馬場さんが出したのはね、やっぱり猪木さんの名前なの、猪木を見てみろって、ね、馬場さんの口から猪木さんの名前が出るんだっていう感じで。うん、むしろそれまで怒った表情を見せない人だったから、うん、よりあ怒ったっていうのが、もう鶴田が怒ったって感じで、うん、今までクールにこうドリー的なクールな面が変わったと、うん、こう変わっていったところにこの鶴田の評価が変わった部分があるよね。うん、考えてみたら、あの1985年からですか、あの、うん、ジャパンプロレス長州力たちが全日本に来て、あのジャンボ対長州っていうのがありましたけど、はいはい、でも長州相手にそんなに鶴田さんが怒った顔ってした記憶があんまないような気がしますよね。まあそういう長州相手にはあの天竜に任せるみたいなちょっと一歩引いた感じがあったよね。そうですね、俺はもうじゃあブロディ・ハンセンとかレースとかフレアとかそういう感じでやるよ、対外国人レスラーは俺がやるよっていうちょっと部分で、うん、まあ対ジャパン軍団対長州ってことになりゃ天竜の評価上がればいいんじゃないのっていうぐらいのなんか、うん、またそれがまたそういうような余裕がまた周りから見たらこう早い面があったんでしょうね。だから普通に考えたら、うん、鶴田さんも長州さんも、うん、ミュンヘンオリンピックに出てるわけじゃないですか。そうするとマスコミ的にもミュンヘン出た2人がプロになってね、うん、激突ってなったらインパクトあるんですけど、なんかこう気持ちが噛み合っていなかったのかな。あんまり筋合いからこうお互い知ってる部分があったんだから、まあこれはうがった見方かもしれないけど、うん、鶴田さんにちょっと変な照れもあったかもしれないね。まあ、あの伝説のそのジャンボ鶴田対長州力、大阪城ホールの、60分時間切れっていうのがありましたけど、あれ、鶴さんはこうセコンドについててどういうふうに感じて見てました？鶴さんには余裕はね、ありましたよね、確かにね。こっちも見てる方としても、それまで結構試合やったじゃん。はいはいはい、ね、長州力の方に悲壮感があって、うん、やった部分があったから、一般的にね、見ればみんなやっぱ、あ、対鶴田、ジャンボ鶴田に対する声援よりも長州力に対する声援の方がやっぱ多かったと思うよね。うん、でもだん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 試合やっていくうちに、だんだんそのあの60分の中でそのジャンボ鶴田の凄みっていうのがだんだんこの出てきたんだよね。鶴田が長州力にやられても、まあ、やっぱすごいんだっていうところをね、当時の方が見てたんじゃないかと思うんだよね。いやでもね、やっぱ試合終わった頃鶴さんがその長州が倒したものだって思ったことを考えれば、やはり初めて60分あったでしょうから。長州はあの時点で、長州さんは30分の試合もしたことなかったですね。20何分しかないね、うん、それがああいう感じにやったというのはもう、鶴さんが長州力を褒めたというのは、その
レスリング技術以上にその気迫っていうのはやっぱ感じたからじゃないかな。でやっぱりこう鈴鹿さんグラウンドで密着していくと、うん、チョイスさんと体格の差歴然じゃないですか、うん、やっぱあれだけ体格違うと、うん、返していくのってすごい大変だと思いますよね、でまあでもあのジャパンとの戦いからそのやっぱりあジャンボするたって底知れない強さを持ったレスラーだなっていうのがあって、うん、長州力が87年の春に去った後に、うん、今度天竜さんが天竜革命って言って、うん、正規軍を離れて鶴田さんと戦う立場になった、うん、こっから本当に鶴田さんの強さっていうのが